ステアリングの切り方、操作のやり方の説明動画になります。ちょっと曲がってる道なんですけども、こういう曲がってる道を今わざとセンター、車線のセンターをキープするように運転してます。で、こういうステアリングの操作も意識して運転すると練習になるんで、今はわざとセンターをずっとキープできるように、普段はこうはちょっとしてないんですけれども、運転してます。こういう風に、なんだろう、道幅をトレースできるように運転できると、なんだろうね、自分の意思でちゃんとしたラインを選んで操作できるようになります。で、こういう練習とかも運転技術向上っていうのは良くなると思います。で、いつも最近だと撮ってる動画の合乗車を酔わせないっていう風で考えるんだったら、今からちょっとそれに変えますけど、アウトインアウトを使ってあげて、なるべく横 G をかけないように運転するっていう方が合乗車には優しいし、車にも優しいです。アウトインアウトで、横 G があんまりかかんないように、今45キロぐらいで走ってますけど、モーソさんが起きないように、うん、そうね、でもこれはダメです。うん、ショックがだったんだ。ショックもそうだし、多分アームのブッシュとかももう終わってんだろうね。うちのぴょんぴょんの方がそこは残念ながらちょいちょいブレーキを合わすぐらいしか補正ができないよね。ね、次はモソに怒られる悪い運転の例をやってみたいだろう。つってもな、もうな、染みついちゃってるからな、うまくできないと思うんだよね。悪い運転って難しいよね、悪い運転するのって。そう、うん、両方できるよ。どっちが、誰が悪い運転、悪い運転しかできないじゃないの。アウトアウトアウトの運転か。これ怖いよね。怖いし危ないし。それはしない。んそれは絶対しない。次もアウトアウトアウトで走ってみる。これ怖いよね、こういうの。いるけどさ、あとはインインイン G が、あーめっちゃ、うん、出るよね。イン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 っていう、こういう運転ですね。インインインワンインワンワンがいた、ワンがで MR2 だ、 AW だ、たまに見る人だ、おじいさんだ、なんだってことだ。そしたら今度は MRS が来た、今度もおじいさんだった。はい、で忘れた。で、うん、インインとかアウトアウトアウトとかそういうのが、まあ、あんまり良くないですよね。アウトアウトアウトだと何かあった時に、まあ、対向車とぶつかったり何かとぶつかったりっていうのもあるし、インインインはまだぶつかったりする感じはしないけど、 G がわざと高くなっちゃうんで、まあ、同乗者にも車にも優しくはないですよ。で、峠道に来たんで、まあ普通の運転、私のいつもの運転、横 G をあんまり発生させないような運転だと、こういうライン取りになりますね。左と、その次は右なんで、左について曲率を緩くして右に切って、で次左と、で登ってるんで、これはわざと大きく、でここを切ってってあげると G が少なくなりますね。まあ LSD がガンガン言ってるから快適でもなんでもなくなっちゃってますけどね。で次左コーナーだから、これも右側キープして、でちっちゃく回ってって大きくなると G が軽減されます。で次右側に、このままインベタで
ついてきますね。なんかちょっとマニアックな動画になってんな、これ。いるのかな、この動画。これどっちかっていうとモータースポーツの人向けの動画になっちゃってるよね。で、今日ここコーナーが確率一定じゃなかったんですけど、ステアリングの方はわざと一定の方が G は感じないと思うんで、今は一定にして走りました。で、これもちょっと左側について右側に切っていくと。で、ちょっとずつ戻していくと。で、次左コーナーなんでこの辺から切っていくと。ロードしたら今度は。で、外側について G を逃がしてあげる。で、次左コーナー。この辺から切ってって、少し切ればもう曲がるんで、で、この辺からゆっくり戻していってあげる。そうすると G がほとんど発生しない。次、右コーナーなんで、左側に少し寄ります。で、この辺から切ってってあげると。で、この辺で戻してあげて、このまま左コーナーをまっすぐ入りながら、左側に切ってってあげると。で、次、右コーナーこのまま、切ってって、ここを頂点にして外側に逃がしてあげる。で、次左コーナー、緩い左コーナーですね。なんで軽くこの辺から切っていくと。まあこんな感じの運転ですね。切るのが遅いんですよね、上手くない人。こういう感じで操作するんですよね。いっぺんに入力する入力量が多いんですよね。聞くよ。こういう運転するんですよね。パクって切るんですよね。ステアリングのこの動きを見といてほしいんですけど、こうやってやってパクって切るんですよね。で、あっと思ってもう一回切り足すんですよね。2回切りとか3回切りをよくやる。こういうイメージ。こう切って、あ、曲がんねえと思ってもう一回切るみたいな。足んねえっつって、またここでガカガカガーって切ってって、で戻すのが遅いんですよね。なんか怖くて真似できないけど、こう切ってこう切ったり、こう切ってまっすぐ行って遅くてこう切ったり、こういうとこも切るのが遅くてこう切って、あ、足んねえって分かってまた切って、で戻すのが遅れて内側にちょっと行って戻したりとか、こういう運転がまあよくない。さすがにここまでね、運転する人だけどな、いるんだよな、こういう運転する人もな。難しいですね、悪い運転って。悪いブレーキ残してみますけど。